GTD だよ。時刻は11時になりました。令和5年2023年9月1日金曜日、しぎれもネットラジオ、こよいしぎらラジオでフライデーということで、金曜23時のしぎれもトークサンドへようこそ。しぎれもんです。さあ、あっという間の1週間、そしてあっという間の夏でございましたけどね、ついに9月秋ということで、いつ秋なんですかね。全然秋という感じもいたしませんけども、今日は声がよく出ておりますよね先ほど今スタジオ帰りということでお送りしているわけなんですけども、まあ、そんなことどうだってよくてですねどうだっていいことはないんですけども、毎週金曜日は、私のライブ音源、新曲とライブ音源をおかけするフライデーデモライブということで、早速今日ね、取り立ての、スタジオライブステージ、この後おかけしたいと思います。そしてその後はしぎれもん最新情報、しぎれもん何した、お次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナー。野村農水省が汚染水発言ということで、まあ、処理水をね、汚染水といってですね、まあ、非常に問題となっておりますけども、こちらの話題、今のソファに熊がというね、秋田の住宅でということなんですけどもね、光を通さない洋館が SNS で話題ということで、そのようなニュースを今日はピックアップしてお送りしたいと思います。シスポのコーナーは、レモンの千葉と呼ばれる情報、そして毎週金曜日は Google や Twitter の急上昇ワードをチェックする、シレモン急上昇ワードチェックのコーナーということで、今日もネットの話題となった、ワードを、ピックアップしてお送りしたいと思います。そして、エンディングは来週のシレモン予告するシレモンネクストということで、シレモン夏休みの予定をご紹介したいと思います。今日も11時から30分間どうぞよろしく。フライデーレモンライブ、このコーナー新旧問わず私のライブ音源をお書きするコーナーでございます。それでは今日スタジオで収録したてのこちらのライブテイクからどうぞ。この想い君に届けようと、あ
スポーツマンシップ知ってはいるわよ。
でもね、やっぱり誰がいてる。しました。本日のフライデーレモンライブ4曲お送りしました。1曲目、不思議レモンでネタや2023スタジオライブテイクワン、2曲目、不思議レモンで恋の人ちゃん68ライブイン大阪、3曲目、不思議レモンで丹後と貴婦人ライブイン新宿、そしてラストが不思議レモンでカウンターブルースライブイン新宿ということで4曲お送りいたしました。フライデーレモンライブでした。
仕入れも何した。このコーナー最新の仕入れもニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。ネットの配信を行ってみたいと思います。朝9時、本日の仕入れモーニングカフェ、今日はフラワーモンキーツアーインストルメンタルショートバージョンということで、インストバージョンぜひ聞いてみてください。朝9時配信しております。正午シネコニャンズアワーということで、今日はシネコニャンズのつぶやき、ヤング大福エアコンの上に飛び乗る運動力ということで、これは驚きましたね。ふっくんもエアコンの上に乗ってたんだと思って。エアコンの上に乗るのは、あの玉水がよく、あのヤング玉水がですね、上に乗っていたことはあるんですけども、すごい玉水くんはね、ヤング玉水の時はすごい運動力能力だったんですけども、フックもこういう時代があったんだなとかね、思いながらね。正午配信、フシネコニャンデジタルハウスにて限定配信しております。6時レモンチューブステーション、今日の最新楽曲のご紹介、北に立つや青の住処ということでね、なかなか聞きやすいポップナンバーという感じがいたします。6時半レモンジュリーステーション、今日も細かすぎる差だけに切り抜きとなっております。急なニュースが入ってきました。レモンジュリーニュースに切り替わる可能性もございます。7時本日の不思議レモンニュースということで、今日はこの後7時半、この後というかさっきの先ほど7時半配信の、私の、ね、新しいスタジオライブテイクのご紹介でございます。7時半不思議レモン公式ミュージック配信ということで、今日は、熱帯夜の、先ほど、ね、フライデーレモンライブで1曲目おかけしました2023スタジオライブテイク1ということでね、まあ、久々のスタジオということで、まあ、コロナも明けましたので、まあ、これで完全復活していこうかなという感じでございますけども、まあ、ずっと言ってるように、私の場合は一曲を勝負するという、タイプのミュージシャンではないのでね、このラジオも聴いていただいたら分かるように、こう、帯でね、歌も帯で、こうね、質より量で行っていきたいなと思っておりますので、コツコツと、毎日ね、7時半に配信していこうと思います。このライブテイクもね、たくさん撮ってきましたので、テイク1と名が付いておりますので、テイク2、テイク3と続いていきますので、ぜひチェックしてみてください。9時不思議レモンネットテレビ配信ということで、今日は不思議レモンテレビの切り抜きでございます。10時から1年前の不思議レモンコンテンツを再配信、プレイバック不思議レモン、1年前の不思議レモンニュースをファンサイト演奏して、1年前の今宵不思議なラジオフライデーは不思議テレビにてプレイバック配信、先ほど10時しております。11時からこのラジオ、現在不思議レモン公式 YouTube でプレミア公開、プレミア公開終了後は不思議テレビにて配信、不思議レモン公式ら概要も同時に配信しております。そして、私の、サブスクリプション、ね、令和5年9月期の更新、不思議レモン公式の方で、ご紹介しておりますので、ご興味ある方ぜひ加入よろしくお願いします。今日のネタ配信予定でございました。今日のお知らせもスケジュールということで、今日はもう朝からね、スタジオ入りの予定をしていたので、午前中に入ってきましてですね、もう朝一でシネココンテンツして、にゃんのご飯あげて、そこから、シネコニャンズハウスを大掃除して、もう帰ってきたら多分やる気にならないだろうなと思ったんで、で、うちがね、先に乗りますけどもね、スタジオまで行ってですね、収録してきまして、で、帰ってきて、まあでもやっぱりね、すがすがしくなりますよね。声出してくる、この声聞いていた水曜日とは全然違う声になっておりますけども、で、2時半ぐらいからラジオ収録ですかね。もう今日はやっぱ1230アワーが月1という形に変えさせてもらったので、そういう意味でいつも金曜日ね、撮っておりましたので、まあ、そういう意味ではまあ、ね、その部分をスタジオという形でさせていただいてという感じになるわけなんですけどもね。で、その後、まあ、今日7時半配信予定の先ほど撮ったばかりのスタジオライブテイクの編集作業、ジュリーの音声は、今日は切り抜きなので編集作業のみで、余ったら、ショート動画の編集、その他いろいろな、編集作業で、今日は一日が終えるという感じでございました。不思議レモン何したでした。レモンニュース&エンタメ、チェーコのコーナーでございます。このコーナー最新のニュース&エンタメ、独自の線であやこや有効なでございます。まずはこちらのニュースから。9月1日 FNN プライムオンラインより、私は時々口が滑ってしまう汚染水発言の野村農水省が謝罪も、大臣続投明言ということなんですけども、野村 農林水産大臣は、福島第一原発の処理水をめぐり汚染水と発言したことについて、まあ、謝罪したということなんですけども、まずこちらの記事のタイトル、私は時々口が滑ってしまうという、この一つの単語だけを見てですね、非常にお怒りの SNS の方がたくさんいらっしゃってですね、これやはり、まあ、毎度なんですけども、全文を見ないといけないということで、
野村大臣はですね、私は時々やっぱり口が滑ってしまう恐れがあるので、こうして間違わないように昨日は紙を読ませていただいたが、気持ちはもう大変反省をしているというふうに説明したということで、さっきの切り抜きとこの全部を見ると全く意味合いがこう違ってくるというか、まあ、このことに関しては野村大臣はちょっと気の毒だなと思うんですけども、ただ普段から言っているように、常に政治家とか有名人は切り抜かれると思ってですね、発言しないといけませんので、私は時々やっぱり口が滑ってしまう恐れがあるというような言い方はそもそもしない方がいいのかなと、もう本当に反省しておりますだけでいいのかなと思うんですけどもね。そしてこの、処理水を汚染水と言ったことに関しては、これは本当にまあもう福島の方々に非常に失礼な話なんですけども、ただこれを突っ込んでるメディアもですね、散々同じようなことを言ってたりするところ多いんですけどね、なんか、お隣の、ね、大きな国と、ね、歩調を合わせるようなことをおっしゃっているメディアの方々は多い、そして、ねまあ、一部その、ね方々も、そういうことを言ってらっしゃる、ね、特に左派の方々で、この汚染水というようなことをね、で大体そういう方々は普段平等だとか平和だとかこう掲げてる人が多いんですけども、これ僕は何回も言ってるんですけど、この汚染水ということをこう、まあ、言うこと、もしくはその処理水に関して疑惑を持っていることは、同時に福島の方々に、まあ、すごいこう風評被害を与えているということを分かった上で発言されているのかなと日々思うんですけどね。その福島の方々の前で、目の前で同じことを言えるのかなと常にこうなんか微妙な感じを持ってしまうんですけどね。汚染水ではなく処理水っていうふうに言ってるということは、それはまあ国際的な基準で OK だということだから放出してるということなんじゃないですかね、であるならば、その批判してる方々っていうのは、それはそのそういう基準的なもので疑惑を持ってですね、世界のそういう国際機関に対して物申すというならともかくですね、なんかやってることがね、本当に福島の方のその風評にしか思えないような方々が多いんですよね、まあ、メディアもそうなんですけど、その一部左派の方々もそうなんですけども、ちょっとまあ僕はちょっと、まあ、許せないというか、本当に気の毒ですよ。だって、だってね、さっきも言ったように基準がクリアして、ね、OK だって言って、ね、まあ、放出していると。で、まあ、各世界の国々もその福島さんのいろんなものを解禁している、まあね、世界的にもそういう、まあ、世の流れじゃないですか。であなたたちはそのどうなんかそれ正義のためにやってるかもしれないけど、もうそういう福島の方々のいじめ的なことをやってるんだよと、もう本当に掲げてることがね、なんかこう正義とか平和とか言ってるだけでもう本当に許せない気持ちになるんですけどもね。こちら8月31日産経ニュースで、今のソファに熊が飽きたの住宅ということで、家に住む60代の女性がですね、まあ物音に気づいて今のドアを開けたらソファーの上にクマがいたということで、なんかこう疲れたから休んでらっしゃるすごいですね。午前2時45分ですから深夜ですよ。今の方からはって鼻息のような、まあ、音や物が聞こえるので見たら真っ黒な、これは恐怖ですね。急もうドキドキして2階に逃げて旦那さんを起こしてですね、110番したということなんですけども、でまあもう警察官が駆けつけ、警察官も恐怖しかないよね。で、こう行ったら、もう熊は姿を消していたということなんですけども、女性は熊を見たのは初めてということで、いや、それは驚くよね。今開けたら熊がソファに座っていたら、それはびっくりするよね。こちら8月31日、産経ニュースより、光を通さない洋館 SNS で話題、老舗和菓子屋3代目の改革ということなんですけどね。光を通さない洋館ということで、すごいね、写真見たんですけど、本当に黒曜石みたいな感じっていう風に、まあ、話題となっているんですけども、いや、面白いアイデアで、本当になんか彫刻というか、ある種アートな感じで、いや、でも面白いんじゃないですかね、やっぱりこう、老舗な感じで、それをまあ、受け継ぎながら新しいことを改革していくっていうのがね。CM の後は、シスポ。シギレモンファンクラブ、演奏のお知らせです。フシギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、
フシレモリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果樹物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビジョン、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議猫ニャンズデジタルハウスへどうぞ。シスポー、ここからはスポーツの話題をお送りしたいと思います。レモンの千葉ロッテマリーンズ応援曲ということで、昨日はファイターズとの3戦目ということで、ファイターズはゾゾマリーンのラストゲームということでね、もうあっという間ですよね、1年ね。見事勝利6対4ということでね、和田康士朗劇場ということでね、いや本当すごかったですね。まずダイソーで盗塁してですね、その後まあ相手のミスをつけ込んでそのままホームまで帰ってくるという快速ぶり、そしてその後打席で、貴重な追加点タイムリーということでね、やっぱり今年の和田康士朗はファームからきっちりとね大振りを捨ててですね、やっぱり小技、快速をこう軸にしてですね、やっぱりきっちりとやってきたおかげでこう自分の軸がやっぱりできましたよね。だから一軍でもなかなか下に落ちませんしね、本当に素晴らしい昨日の勝利でございましたけどもね。毎週金曜日は Google、Yahoo、Twitter の急上昇ワードをチェックするシレモン急上昇ワードチェックのコーナーでございます。まずは Google のトレンド12出ております。前島亜美、安恵、早々のフリーレン、野村哲郎、長野芽衣、スターフィールド、三島でいいんですかね、新之助さん、カンピロバクター、防災の日、モンストキングダム、関東大震災、スーパーブルームーンとなっております。次はヤフーの急上昇ワード14時更新分、前島亜美、丸山綾役、アマゾンセール、吉永さゆり、山田洋次、安めぐみ、西新、妊娠でいいんですかね、安さんでいいんですかね、小島春奈、阿部、岡部隆、はやぶさ、消防団、野村農林水産大臣汚染水、最強のミュウツーポケモン SV、 林ママ、ちいかわハッピーセット、緊急速報、内田、かやこでいいんですかね、最後はツイッター X のトレンドベスト10、ディズニードライバー前島亜美、溶けた鉄、 X ダイブ、アジア競技大会、フレミネ、みんなの歌、日本のジャニーズ報道の異常さ、岩渕真奈、日プとなっております。レモンニュース&エンタメチェックでした。来週のフシレモンを予告するフシレモンネクストネクストネクストということで、フシレモン夏休みの予定でございますけども、2023年9月10日の日曜日から9月23日土曜日までの2週間の予定となっております。私のネット全サイト、千葉ロッテのアカウントを除く全、YouTube、Twitter、公式サイト、Instagram 全部、2週間お休みという、予定となっておりますので、詳しくは来週の、不思議レモンの、金曜日ぐらいのね、不思議レモンニュース等でご紹介の予定となっておりますので、まあ1週間このラジオでもね、話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。お送りしてきました不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオ不甲斐流ということで、また来週お会いしましょう。不思議レモンでした。